全部で15人か。ちっ、まったく歯応えのねえ。300両。つまんねえ仕事だ。下切りの後は上等の酒、これに尽きるなあ。そう思うだろう。そこのお前気に入らねえ、許されるとよ。誰だ貴様。まあこんな黒煙にこんなところにいるくれえだ。普通じゃねえよな。それはお前がやったのか。ああそうだよ、ついてなかったな、俺の仕事を見ちまうとは。悪いが一つ死んでもらおう。おい貴様、何の真似だこら。お前には用はない。ちょ、いい度胸だ、俺に背中を向けるとは。見せてくれるじゃねえか貴様。ちょうど退屈してたとこだ、楽しませてもらおうか。楽しすぎるぜこのアホが。そんなもんまで持ってたのか。まいったぜ、まったく。
に来てから毎日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 何にもしないで食っちゃねえ飲んじゃねえでかい図体でゴロゴロされちゃ邪魔でしょうがないんだけど、一体何様のつもり？お客様、呼んでもないのにフラッとやってきて10日もゴロゴロしてる人はお客様とは言わない。だから武者修行に来たって言ってんじゃねえかよ。修行ってのは1日2日で終わるもんじゃないの。今まで多めに見てきたけどね、覇王丸さんの武者修行ってのはそうやってダラダラしてることを言うわけ？あーもうキャン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 やくましい。なんだわー、うりゃ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 、お待て待てって。どうだーリムルル。なんだよやる気。どうやらこの俺様を怒らしちまったようだな。そこまで言うなら見せてやろうじゃねえか、修行の成果ってやつをよ。覇王丸さん、本気じゃないよね？ないよね、じゃねえ。俺様を犬と一緒にするとはますます許せん。待て。ここまでのようじゃのう。所詮小娘の浅地、この覇王丸様の敵ではないわ。さあどうしてくれようかのう。その元気がどこまで続くかな。て、ちょっと待てリムルル。ああ、そうだ、俺修行に行ってくる。ちょっと待て、来んなって。こら、いけーコンルン。そんな臭くて大ぐらいで野蛮でも神経で役に立たない早漏なんてやっちゃえ。やっちゃえっておめえ。帰れよおめえはよ。なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないんだよ。もう姉さまに言って叩き出してやる。姉さまどうしたんだろう。出かけるときに刀を持っていくなんて、ここんとこそんなことなかったのに。南の谷には雪が残ってるの。それじゃあ春のお祭りはもう少し待った方がいいわね。みんな楽しみにしてるのに残念だね。この辺りはもう春なのにね。なんとなくね。
ちよし、ママ、競争しよう、競争。よーし、ドン。いいね、実にいい。やっぱあれだ、真の実力者ってやつは普段ゴロゴロしてても技のキレが落ちたりはしないね。パピー、てめえ何食ってやがる。バウじゃねえったらこの、だから食うなってんだろこのバカ犬。かな、俺様の朝飯兼昼飯兼もしかしたら晩飯を許さん。ヘイハオマル、ケチケチしないね。せっかく遠くから訪ねてきたフレンドに地元の幸を振る舞う、これ日本人として当然のおもてなしの心ね。何してんだよおめえは。よ、焼くんじゃないのこれ。おう、よっけどね。やっぱ取れたてはうめえわ。だからって何なのあの取り方は。だってナコルルんとこじゃ腹いっぺ食えねえじゃん。一応居候だし、やっぱほら遠慮しちゃうわけよ。あんだけ食っちゃねえ飲んじゃねえしてて。一体いつから見てた。おう、それは秘密です。だから忍者ってのは。ほんで何しに来た。ナコルルの顔見に来たってわけでもあるまい。ま、あれだ、ぶっちゃけて言うとユウを見張りに来たわけだ。そーっと。ぶっちゃけるね君も、思い切りよく。だってさ、いつまでもユウに見つからないように見張るのって疲れるのよ。ミーもそろそろ潮時かなって。おめえ、本当にいつからいるんだここに。秘密。あ、そう。で、なんだって俺なんかを見張ってたわけ。勘弁してよ。ユウだってとっくに気づいてるんだろ。ユガが動いている。ああそう、そりゃ初耳だ。とぼけるなよ。何が。奴はユウを狙ってる。そうかい。式を使ってユウを手に入れようとするだろう。だからなんだ。式は危険だ。ユガのためにはどんなことをしてもお前を手に入れようとするだろう、あの時のように。安心しな、その時は俺様がぶった切ったるわ。本当か。何。ユウはあの時式を切らなかった。やめろ。いや、切れなかったんだ。
なことはない。ではどうしてこんなところにいる。その気があればもっと早くに蹴りをつけられたはずだ。ユーは迷っている。また式を切れないかもしれない。だからズルズルと決着をつけるのを引き延ばし、こんなとこ。それじゃ何か、お前は俺が式を切れるかどうか確かめるためにここまで来たってのか。そうだ。ああ、それはご苦労様なこって。分かっているはずだ、ハオマル。我々は今、お前を失うわけにはいかないんだ。もしお前がユガの手に渡ったら、その時は世界の破滅だ。俺はね、自分が正しいと思う道を進まなくてはいけないんだ。だから誰も式を切れないというのなら、そのことによって誰かに憎まれることになっても構わない。ふん、相変わらずだな、おめえはよ。だがな、そのためだけに来たんじゃねえだろ。はっきり言いな。ああ、その通りだ、覇王丸。ユーに言っておきたいことがある。なぜ今さらナコルルを巻き込むような真似をする。彼女はもう戦わなくていいんだ。そうかね。何？ナコルルも俺も蹴りをつけなきゃいけない時が来るさ。きっちりとな。それがいつかわからんがね。はあ、一雨来そうだな。一つだけ、式とも戦わずユガの野望を打ち砕く方法がある。なんだ？今ユウを殺すことだ。なるほど。ジキさん、何があったんですか？何か訳があってここに来たんですよね。ダメ、ハオマルさん、やめて。邪魔だ、どけ、ナコルル。ダメです、こんな戦いはいけません。バカか、おめえは。そいつはユガの人形だ、敵なんだぞ。切るしかねえんだ。分かってます。だけど、だけど今のシキさんはもしかしたら自分を、心を取り戻せるかもしれないのに。シキさん、答えて。ここに来たのもユガのためなんですか？またハオマルさんを狙っているんですか？シキさん、まだ間に合うなら私たちの力でなんとかなるなら、お願い、私たちを信用して。来る。ジキさん、まさか。何、幻獣郎が斬られた。ああ、ここに来る途中で知ったんだから。指揮か。いや、違うようだ。やつも焼きが回ったってこったな。本当にそう思うか？いや、楽しそうだな。ああ、ユガ絡みだろうがなんだろうが、強えやつは大歓迎だぜ。じゃあな、ガルフォード。早く、シキさん、こっち、早く。シキさん、シキ。
会いたかったぞ。逃げて。私が時間を稼ぎます。隙を見て逃げて。行って。何のつもりだ女。ジキさんはどうするつもりですか。答えて。どけ。せっかく不意をついたってのに。つえなあんた。おまるさん。ナコルル、おめえは資金ところへ行ってろ。はい。さーて、てめえが何者かなんてどうでもいいが、ちょいと付き合ってもらうぜ。物分かりのいいやつは。さあかかってきな。
失礼。強えやつは大歓迎だぜ。ナコルル、そこをどけ。嫌です。分かってるのか、そいつは敵なんだぞ。でも今のシキさんは自分の意思で動いているんじゃないんですよ。それでも敵なんですか？私にはそうは思えない。相変わらず甘いね、あんたは。そんなこと言ってるからいいように利用されるのよ。利用？なんでシキがあんたの前に現れたと思う？偶然にしては出来すぎだと思わない？それはあんたにシキは切れない。そうして覇王丸に近づけば覇王丸は隙ができる。この前みたいにね、あんたは利用されたんだよ、まんまと。そんな、だとしても私はシキさんを。じゃあ逃げれば？簡単なことでしょ。シキのことはガルフォードが綺麗に勝たしてくれるわ。あんたが覇王丸の様子でも見に行ってる間にね。そんな、分かってるの？ここでシキを助けるってことはガルフォードを敵に回すってことだよ。そんな、どうすんのさ、ガルフォードと戦ってでもシキを守るの？決めなさいよ。